はい、関口より嬢さんの昭和サイズが23センチです。お願いします。はい、この同じ環境下で墨が全く引いてないですね。やはりこの明るい環境で撮影していますと墨が引くもの引かないものありますが、この大きな墨っていうのは全く引いておりません。やはりこの昭和は墨がしっかり出てる方が見栄えはいいですね。ここの墨も下っぽ口先持ってますのでポッポッポッと出るだけで見栄えが変わります。色揚げ食べてるんですが白地はいいですね。はい、黒々と光るような墨が特徴的です。お腹の下も白地よく見かけます。はい、黒々とした墨ですね。はい、お腹です。こちらも手が黒いような印象はありますが、全体的に手が黒いわけではありません。手の先、何度も申し上げますが白っぽい鯉っていうのはですね、抜けることがあります。抜けてくることもありますので、抜けた時に全然印象が変わってきますので、その辺もご覧いただきたいと思います。はい、今回眼力ということであまり多くは語っておりませんが、いろいろ見比べていただいて検討いただきたいと思います。ロゴロとした墨が印象的な声ですね。やっぱ見せますね。はい、はい、いかがでしょうか。関口より嬢さんの昭和でサイズが23センチです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。